始まりました。大塚達也レビューの時間です。今年からレビューアーになったんだよね。お願いしますね。じゃあしょうがない。そうでしょ。あれ 5回目ともなるからさ、なんでそんなやってんのかなと思って。あれでしょ。今年からレビューアーになったんだよ。だから俺はね、俺はまあ、前も言ったと思うんですけど、これ本当にガッパガッパなんですよ。もうあの下のこの欄でもうエアーってもう収まっちゃってるんですよ。ちょっと分かるか分かんないけど、うん、上の欄がもういらないの。ああなるほどね。新しいの買おうということで、うん、満を持してね、うん、ケンちゃんとユウヤが使ってるケースと全く同じメーカーのね、マジかよ、ケースを買いました。こちらのこのビーズキャンプのこちらのこれです。このメーカー、はい、4MacBook Air、うん、13インチ。ユウヤさんにもケンちゃんさんにも触らせてもらったんですけど、なんか低反発すげえいいんですよ、うん、なんかこう中の色もね、ちょっと可愛らしかったので、で、こう入れてね、おお、その縦入れっていうのがおしゃれでかっこいいよね。で、結構シュッキュッとくる、ちゃんと。あーどうすか。あ、マジっすか。すげえいいっす。このメーカーのやつは、見てください、こう押すと低反発なんですよ。見たことあるの。すごい、ちょっと持ってみて、ちょっと持ってみて。お、この一体感ないよ。言ってたよ、お前いい言ってるだけで何にも分かんなかったけど、このもう中にエアーが入ってるっていう感じじゃなくて、これが一枚の板かのような、そうすごいフィット感があるんで、そうそうだったらこれみんな試してください。あ、うわそんな相手ですか。こんだけ余っちゃった。シワが寄らない。俺は別にレビューアーとしては最悪のジャンプ類だけど。おー、いいなー、このピンク、あ、いいね。またね、またね。あともう一個、告知をしとこうと思ってる。皆さん、大塚達也のセカンドシングル You Your Self が発表されるかどうかは皆さんにかかっています。ここについてるブログの拡散率が一番下にね、ツイートが何個拡散されたかっていうのが出るのね、はい、ツイート、それが100を超えたらブログっていうのは気づいてない人もいると思うんで、あ、なるほど、ぜひブログの方を見てもらって、うん、そちらの方を拡散100超えたら You Your Self 発表します。この動画が1週間後になっても100いってなかったらそこはもう発表する。You Your Selfはもう一生。今年レビューアーになったんじゃない。レビューアーになったんだ。レビューアーになったんだけど、レビューアーかつシンガーな、違う、プロのミュージシャン。あ、そうなんだ。バヤボヤボ。